んだ。こんにちは、キャプテンクッキーです。今日はですね、誰よりも高く飛べ、これをですね一緒に練習していきましょう。やートゥース、まあ、これイントロとかはですね、だいたいエレキではないんですけれども、キャプテンクッキーですね、別にエレキじゃないやつでも何でも弾いて楽しんでいいと思っているので、自分もですね、例えばね、モーツァルトのピアノのやつとか弾いてね、楽しんだりしてますしね。違う楽器の練習するのもね、こう新たな発見があって俺は面白いと思いますよ。さあやっていきましょう。じゃあ早速最初のフレーズから。はい、最初のですねフレーズですけれども、サイドギターがまあ聞こえてくるんですけれども、今回はですね、そのサイドギターじゃなくてですね、シンセかな、がのフレーズのところを弾いていきたいと思うんでですね、サイドギターが入ってしばらくするとトゥルルルってなんかこうアルペジオから、そこから弾いていきましょう。で最初はですね、1弦2弦3弦とアルペジオから入るんですけれども、まあここはね全部アップかなで弾いてスイープの練習をしましょう。そしてですね、その後は上昇していくフレーズなんですけれども、半音も入れてですね、永遠の白線をアップしましたけれども、それのね最後の締めの部分と同じでクロマチックも入れながら上昇していくフレーズになっていると思います。真ん中の部分についておしゃべりしましょう。ここはですね、そんな別に速いフレーズとかはないんですけれども、なんといってもですね、最終フレットでですね1音チョーキングしてあげないといけないんで、そこのピッチをですねしっかり出せるようにしたいですね。自分もですね、うまくピッチがなかなか出なくて、まあ、取り直しとかも結構したりしますね。でストラットキャスターの22フレットで1音チョーキングするわけですから、ミの音がいるんですよ。で、テレキャスターとかストラットでもヴィンテージタイプだと21フレットまでなのかな、だから1音半チョーキングしないといけないので、そういう時はですね、まあ、1オクターブ下げてもいいんですけど、あんまり下げてもね雰囲気が変わってくると思うので、なんだろうな、ハモリになるようなね感じで弾いてあげると、まあ別にそれでもかっこいいと思いますよ。そこら辺の工夫でですね、なんだろうな、フレーズをこう作る楽しみっていうのもあると思いますよ。別にオリジナル通りのなぞらなくてもですね。シンセでですね、ハモリのパートも入れているのでですね、聞いてどういうハモリになってるか聞いていただけたらですね、ハモリを自分で作る時の参考にもなるかもしれないです。3度か6度でだいたいハモるといいよってのが勘どころだと思いますね。パワーコードとかですねだとですね、5度とかね、あるいはそれの例えばドとソじゃないですか、パワーコードでドの方を上に持ってったらね、ドから見たらソは4度下で、5度とか4度下でロックの場合はそういうね、リフとか弾くときなんか使いますけど、だいたい歌とかですね、ツインギターのハモリの場合は3度か、3度下とか3度上、あるいは6度上とか6度下でハモってあげるとだいたいいい感じになりますよ。ただここでハモリのねフレーズはずっと3度とかで動いてるんじゃなくて6度になってるところもありますし、そんな感じです。最後の部分になりますけれども、ここはですね
お尻の方のフレーズなんですけど、決めに入る前ですね。ここはですね、本当は1オクターブ上なんですけど、ソの音まで使わないといけないのでですね、自分のギターの場合最終フレットで1音チョーキングしてもミまでしか出ないんで、まあなかなか難しいですね、ソまで出すっていうのは。そこで、まあ、1オクターブ今回は下げました。さっきの話だとですね、ハモリのパート的なものを弾いてもいいんじゃないかと、そういうアイディアもありますけど、まあここで一応1オクターブ下げてみましたね。そしてその後は、オープニングじゃなくて、あの始まりのとこで出てきたアルペジオがですね、1オクターブ低いバージョンも続けて2回、トゥルルルトゥルルルという風なフレーズにしました。原曲だとなんか同じ高さで2回鳴ってるような気もしますけど、まあエレキの練習曲としてまあこれ作ってるってのもあるんでですね、同じ高さで繰り返すよりね、高いやつからさらに1オクターブ低いアルペジオを弾くみたいなのが実践的だっていうか、まあ使えると思うんで、これでスイープを練習するといいんじゃないでしょうか。まあ基本アップだけですけどね、ここは。それでは誰よりも高く飛べ、弾いて、お日様活動を楽しみましょう。カラオケだけですね。別に YouTube 上げたいと思うんで、リンクをコメント説明のところに貼っておきますんでですね、利用していただけると。はい、今日のギター講座はいかがだったでしょうか。ですね、結構難しかったんですよ、何気に。でもまあカラオケも用意したので、これで楽しくエレキが練習していただけるんじゃないかと思います。そしてそれもですね、お日様絡みの曲ですからね、モチベーションが上がってます。日向坂で会いましょうの新しいやつ見ました。換気扇のね、新入新しい子たちが入ってきましたけれども、すごかったですね。玉がガスガさん取れてなかったですもんね。あれ80キロなんですか。大リーグとかだって150キロでしょ。80キロであんな早いのにちょっとすごくないですか。大リーガーって怪物じゃないですかね。そしてクミさんがですね、春日さんの奥さんの方じゃないですよ、キャップの方ですよ。本当に覚えてきとんのこの後、また面白かったですよね。ガヤがヒョンコの、ね、髪が綺麗に見えたんですよ。なんか肌が白くなっちゃうんですか、ヒョンコの。だからね、黒い髪、別になんだろう、地毛なのかもしれないですけど、なんかえらいキョンコの髪だけえらいなんかね、美しく見えました。惚れたかもとか。それとあとはですね、上村ひなのさんがですね、司会やってて面白かったですね。個人的にはですね、もちまる子が好きなので、グッズを作ってほしいなって気がしますね。富田くんは良かったですね、弟子ができたというか。でも富田くん面白いですからね、もしかしたらね、真央ちゃん頼りにしてたって若林さん言ってましたけどね。富田くんのあたりもね、結構ね、こうバラエティの、なんだろうな、こうなんだろう、盛り上げるために期待してる部分あるんじゃないでしょうか。自分も富田くんも好きですよ、とか、まあ、ほぼ発行しない部分ありますけどね。まあでもナッチョの、おっしゃりなも毎日楽しみに聞いてますけどね。メッセージ取ってらっしゃる方いらっしゃいますか。ナッチョの配信いいっすよ、本当に。人柄がね、伝わってくる感じがするからね。ああ、そう、真央ちゃんの写真一緒にね、送ってくれてすごい嬉しかったですね。いやでもいつか共演をしてほしいですけどね、自分としては。そんな感じです。それではですね、今日はですね、新しいネタを
考えておきました。ネタじゃないですけどね。ナッチョ推しとして作りました。ルート 4U、 これでどうでしょう。根っこです。君が可愛い君の方ちゃんと